須賀川の牡丹園は全国に数ある牡丹園の中でも国の名勝として指定をされておりまして、明和3年ということで今年で246年になります。面積が約10ヘクタール、牡丹の数は7000株、それに種類が290種類というふうに言われております。牡丹の見ごろですけれども、今年は若干遅れてまして15日ぐらいが最高の見ごろになると思います。この牡丹は百花の王と言われるほど素晴らしい花の王様でもございますので、ぜひ堪能いただきたいというふうに思います。昨年は開園を前にして大きな地震がございまして、この園内も相当被害がございました。造園協会の方々とか須賀川のいろんなその関係の方々がのお力をいただいて全部修復は完成しました。この牡丹園は四季折々変化がありまして、秋はもみじ、冬の雪の景色なんかも非常に素晴らしい景色で、ぜひ花がなくてもおいでいただければ大変ありがたいと思います。